夜明けの先には、やっぱ明日がありますね。やっぱ清宮海斗を倒して俺がノアの未来になります。生ぬるい革命が気取ってんじゃねえよ。お前ぶっ倒して新しいノアの夜明けの始まりじゃ。まあ第一に与一として帰ってこれた嬉しさ、清宮海斗ゲイブキッドのすごい試合の後に自分出てあれだけのリアクション反応があったっていうのは素直に嬉しかったですね。あの人は僕の中では天才だなと思ってて、それでいてわがままなんで、今の革命っていうのもなんか自分本位なことをやってるのかなと思って、今の清宮海斗を見てその本気の革命というかそういうものが感じられるのかって言ったらそう感じないかなと思いました。清宮海斗あくまで僕が超えた上で、まあ、僕なりの新しい夜明けっていうのを始めたいと思っているっていう気持ちです。タイミングもありますよね。僕がやっぱり帰ってくるタイミングで清宮海斗がベルト持ってるっていうのも一つの運命だと思いますし、僕は清宮海斗にはなれないと思っていて、ただ清宮海斗も僕にはなれないと思ってるんで、うん、この清宮海斗に挑戦できるっていうのは僕の中ですごいものすごい興奮してますね。僕の中では清宮海斗のチャンピオンというのはノアの中で一番輝いたチャンピオンだと思ってるんで、まあ、その輝いたチャンピオンを僕の強さでぶっ倒して、まあ、その上でさらに僕が輝いて、その、まあ、輝きで日本武道館全てを包めるような試合ができればいいなと思ってます。夜明けの先には、明日があります、ね、明日があるんで、ね、清宮海斗を倒して俺がノアの未来になります。今の段階の気持ちで言うと変な緊張とかはまだなくて、まあ、それはもしかしたらまだ僕が現実味を帯びてないだけなのかもしれないですし、海外で自信をつけたからなのかもしれないですし、まだそこは自分自身でも分かってないんですけど、必ずこの、凱旋、初挑戦、初体感、それはもう自分の中に心の中に強く持って戦おうと。そっちはそっちで現実味ないような夢のようなカードなんで、プレッシャーないって言ったら嘘になりますよね。それが見たくて来るお客さんだっていると思いますけど、やっぱり僕らがメインで清宮海斗と与一の GHC ヘビーのベルトをかけたその戦いがメインだったっていうのを帰る頃にはお客さん全員に思ってもらいたいです。自分で動かないと現状打破できないので、稲村良樹、海外に行きます。自分が納得するまで戻ってこないんで、それまで稲村良樹も忘れてほしい。その前の、N1 全敗して、ずっと結果出したい結果出したいって言って、でも結果出なくて、まあ今振り返るとあの時は全部自分のやることを空回りしてたなと思って、もう必死に何か変えたいと思った中で、チャンスがあるならばぜひ海外で力をつけたい、そう思って、海外行きを、もう思い切って言いましたね、はい、そうですね。もうまずは何もかも日本と違う、選手も違ければお客さんの反応も違う、最初の試合2試合目とかはもう全然自分の中でも納得いくものができなくて、まあ、ただその中で必死に試合もそうですし、いろんなところに練習行って、イギリスのキャッチレスリングというものだったりも学ばせてもらって、その中で自分の力と自信をつけて最終的には結果も出すことができました。
基本的にはイギリスのプログレスっていう団体で、ドイツ、フランス、イタリア、ハンガリーで、プログレスの大会でアメリカでも、最終的には、プログレスのベルトであるアトラスチャンピオン、それをアメリカの大会で奪取することができました。そうですね、初の体感です。しかも相手がもう結構長くベルトを持ってて、かなり強い選手から取れたっていうのと、あとその選手、僕が、イギリス行って一発目に試合した選手で、もう本当何もいいとこなく負けた選手からそのベルトを取れたっていうのはすごい嬉しい気持ちでいっぱいでした。稲村良樹っていう本名を変えて与一にするってことで、一つイギリスで何かをしっかり成し遂げようっていう思いで変えたっていうのがあって、で、まあ与一っていうのは、那須の与一からあやかった名前で、自分の出身が栃木県大田原市で、那須の与一の出身も大田原とされていて、地元の U から取ろうかなと思って与一にしました。まあ、当然海外行って何か変えたいっていうのがあって、正直なこと言うと130キロぐらいもっとでかくなって帰ってこようと思ってたんですけど、試合もそうなんですけど、練習するっていうことが大事だと思ってて、練習があってこその本番試合だなと思ってるんで、それで練習をもう本当に死ぬ気で、格闘技だったり本当にもういろんなことやってる中で、気づいたら体変わってましたね。体重で言ったらもう15キロぐらい落ちて、今105キロぐらいになってます。見てました。当然自分がいなくてもノアの中は激動で動いていくし、大岩選手とか新しい力出てきたり、大和田が力つけてきたりって、それ見て多分今までの僕だったらものすごい焦りを感じてたんですけど、僕がイギリスから帰ったら本当その中に飛び込んでも一発で自分の流れを変えてやるんだぐらいの気持ちで見てましたね。ただちゃんと見てました。はい。でもヨーロッパ、特にドイツってノアがかつて結構行ってた国で、結構年上の選手だったりファンだったりはやっぱりノアが好きっていう人は多くて、特にドイツだとそれを感じましたね。プロモーターの方が元選手だったんですけど、2000年代前半にノアが来ていた時に三沢さんと試合したことあるっていう選手だったりとか、他の若い選手も、まあ、僕がノアから来てるっていうのを知ってるんで、ぜひでノアで試合したいから話してみてくれないかとか、ノアっていうのは世界の中でも、まあ、世界の中って言って僕はヨーロッパだったんですけど、ヨーロッパの中ではかなり今でも強い人気と、まあ、選手からも試合したいっていう気持ちがある団体なんだなと思いました。はい、清宮海斗、与一が一撃でお前を射抜いて GHC ヘビーのベルトを奪取する。7月13日日本武道館、与一が新しい夜明けを始める。